私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんぞーん。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づからない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は山形県天童。ルーレットは絶対。山形空港到着。なぬ、美味しい山形空港テスト。山形は米どころでもありますからね。今回は花より団子な旅になる予感。よし、早速天童に行かせていただきます。いてててててあー、ごめんなさい。なるほど、一緒に天童旅行行くはずだったのに直前で別れてしまったと。見ず知らずの人に急にごめんね。よっしゃ、代わりになるかわかんないけど一緒に天童観光しない？いいの？袖振り合うも多少の縁って言うじゃない。私が行きたかったところ全部回ってもいい？もちろん。じゃあその格好だとあれだから。え？似合うじゃん。私からのお礼ね。ありがとう。ってことは面白山？うん、楽しいことが起こりそうな名前ね。ここでワンポイント。面白山の名前の由来は、仙台側から見た山肌が白く面が白いところから付けられたの。そっちか。この入り口を抜けて、意外になだらかな道が続くのね。これなら楽勝かも。ここでちょっと休憩しようか。あ、ちょうどペットボトルの水なくなってたから。ごくごくごく。あー、冷たくて美味しい。よし、山頂を目指して頑張っていこう。おお、着いたー。ひーひー、振動。うわー、最高の景色ね。この景色と達成感のご褒美があるから、辛い山道も登ってこれるのね。あー、昇進旅行の途中でもあった。この景色を彼氏と見たかったんだもんね。よーし、下山して天童グルメ食べに行こうよ。うん。お蕎麦屋さん？水も美味しいから、さぞかしお蕎麦もうまいんだろうな。でもここではあれで、ラーメン？ワンポイント。山形発祥の鳥中華、そば屋から生まれたラーメンなの。ここ水石そばさんのまかないが発祥って言われてるの。おそばの口になってたけど、どれどれ。うん、おいしい。なにこれ、和風だしのスープに天かすと胡椒が絶妙。さとみちゃんってリアクション大きいよね。そうかな。私もそうやって表現できてれば。そんな考えすぎなくても、思ってること口にすれば意外に簡単だよ。さとみちゃん、ありがとう。今日出会えてよかった。はるかちゃん、素直でいい子だな。どこのどいつだ、こんな可愛い子を泣かすやつは。師匠、今日は人生や恋愛についていろいろ勉強させていただきます。何それ、急にどうした？急に思ったので口にしてみた。お次はここ、人間将棋盤。ワンポイント。天童は日本一の将棋駒の産地。春の桜祭りでは甲冑や着物姿の人が駒となり、プロ棋士が対局を行うイベントもあるの。へえ。まあ将棋あんまりわかんないんだけどね。わからんのんかい。私もわかんないけど。あれ、おかしいな。大丈夫ですか？あ、いや、エンジンがかからなくて調べてみてるんだけど、全然わかるはずもなくて。あら、私たちにも手に負えない感じだわね。
でもこんな可愛い二人に声かけてもらえるなんて交渉も悪くないね。何言ってんだこいつ。もし車直ったらさくらんぼ農園行こうと思ってるんだけど一緒にどう？出た、すぐナンパ。私たち今昇進旅行中で。そうそう、昇進旅行。え、いつから私も昇進旅行になってるのよ。お、治った。やっぱり二人は通りすがりの女神様だ。通りすがりって、あはははは。はお礼させてよ。いや残念だな、お店さえ予約してなければ。はるか、お店何時だっけ？あー、割と急がないとだよね。ね、いや違う、この感じわかる、私にはわかる、私の勘がそう叫んでいる。このめんどくさそうな男のめんどくさいナンパは断ってはいけない。なぜならば車の中にイケメンがいるから。イケメン。さとみ、ひとまずこのナンパ乗るよ。仕方がない、了解。私たち同じ嗅覚を持ってるみたいね。やるじゃない、はるか。お互い様よ、さとみ。あれ、メール確認してみたけど、さとみごめん、ちゃんと予約取れてなかった。何やってんのよ、はるか。これから僕がやってるさくらんぼ農園行くけど、一緒にどう？こいつんとこ広いよ。やっぱイケメンなだけじゃなくてお金持ちの匂いもする。お邪魔じゃなければ一緒に行ってもいいんですか？こんな可愛い子たちとさくらんぼデートできるなんて。こいつうるさいよね、ごめんね。いえ、さくらんぼ楽しみ。優しい、かっこいい、金持ちなはず。ここは逃してなるものか。新しい恋に進むチャンス。ケイツさんって農園持ってるだなんて素敵です。先手はるか、上目遣いで可愛さアピール。あ、ずる。ケイツさんってイケメンだし声も素敵ですよね。後手さとみ、褒めて男心をくすぐる。やるわね、さとみちゃん。はるかちゃんには負けないわよ。ついたよ、どんどん食べてって。どうやって食べるんですか？教えてください。先手はるか、わからないふり。こうやって身だけつまんでくるっとやれば。対象外、流星、空気を読まず答える。ケンイチさん、美味しいさくらんぼの見分け方ってあるんですか？後手さとみ、ケンイチに答えてほしい質問。粒が大きくて花火にハリとツヤがあって色が鮮やかなやつがいいよ。ガイア、流星、意外に物知り。くそー、山形の人間なら答えられるのか。こうなったら、キャー、痛い、転んじゃった。先手はるか、転ぶ。大丈夫？しまった、その手があったか。流星、向こうに妻がいると思うから救急箱借りてきてくんない？はるかちゃんこっち来て、水道で泥落とそうか。さとみちゃん肩貸してあげて。妻。チーン。先手後手ともに投了。何やってんだろうね、私たち。ねえ、あ、このラフランスのシャーベット甘くて美味しい。天童はラフランスの生産量日本一だからね。じゃあそろそろ私は帰るかな。今日は一日ありがとう、さとみと入れて超楽しかったね。また一緒に旅行行かない？いいね、はるか。その時はナンパには絶対なびかず、かっこたる女子旅で。だね、じゃあまたね。さてと、お土産でも買って帰るかね。あ、これ食べながらビール飲んで帰ろうって。あ、また会っちゃったね。え？しかも同じもの買ってるし。はあ、それじゃ未来の女子旅に乾杯。最
後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。